はいどうも皆さん、こうでございやす。さ、ソードアート9ね、続きをやっていきたいと思います。さて、前回はダンジョンを攻略しまして、またパーティーをね変えていきたいと思います。で、今回はイギルと勇気だね、アルゴが残っちゃうね。まあとりあえずこれでやっていきましょう。さあ、ダンジョン1個クリアして、もう1個、浮遊島か、そこにね行かなくてはいけないということになっております。さあ、これね、新作で発売されて、おそらくもう2ヶ月以上経ってるのかな。はい、まだ全然最初の方でございます。さあ、今度は左の方。ここじゃないね。まだ先か。そろかな、そろそろかな。あれか、あ、違うな。取りすぎてる、取りすぎてる。この上か。あ、この上かな、これか。これだと下じゃないよね、上だよね。下かな、いや上だよね。下で戦ってるやつがいますけどね、味方でね。違う、上か。上だよな。降りちゃダメだ。あ、降りてる。ん、うん、マップがよくわからん。あれ、ここかな、これかな。はい、よくわかんないうちに壇上に到達と。あれ、鍵は手に入れてんだっけか。また扉に鍵がかかってるのか。もしかしたらさっきの壇上の入り口で使った鍵が必要なのかも。そうか、試してみよう。わ、開いたな。早く中に入ってみようよ。ああ、じゃあ行きますか。マップが右と左に分かれてるな。とりあえず、左に下に行くとなんか進みそうだから、とりあえずこっちで合ってる、合ってるね。こうかな。これで決めてやる。うわ、すごいね。これで決めてやるさ。おお、イギルやるね。どうだ。おお、さすが。これで決めてやる。倒しちゃって。痛い。これで決めてやるさ。さて、ここは扉は仕掛けによって閉ざされている。仕掛けがどこにあるよ。これでは見えないか。さてさて、仕掛けはどこかな。とりあえずここにアイテム、やっぱ左に行くしかないのかな。おお、さすが。なんか毒持ってそうなスライム。またまたアイテム。仕掛けは、仕掛けはどこにあるんだ。まあいいや、とりあえずこっちを進んで行ってみようか。なんもないよね。こっちは
すが、ほら、これで決めてやる。はい、マップを見なきゃよく分かってない。あー、仕掛けありそう、そっち。宝箱がまず、そう、最近ね、ソードアートオンライン2、新しいのをね見ましたよ。まあ、最初ね、一巻だけしか見てなかったんですけどね、まあ、全部というかね、5巻までかな、DVD 借りて見ることができましたよ。この先に進むとボスがいるな。あ、もうボスですか？戦いますよ。このままボスに挑もう。わかった。みんなでボスを倒そう。またあれかな？おお。このボスは手強そうです。硬い硬い。これどこ立てるの？気をつけてください。顔か、もしかして。待ちなさい待ちなさい待ちなさい。飛ぶのかい。硬いな。尻尾は？あ、尻尾なんだ、モンハンだったら切れる？これで決めてやる。危ない気がする。よし、危ない。硬いな。大丈夫だ。顔面は？顔面やりたいんだけどさ、チョコマカ動くな。行った。かすり傷だぜ。頑張って。本当尻尾の先か、頭？痛い。これで決めてやる。回復系の味方じゃないんでね。顔面ね、狙いたいんだけど狙えない。危なっ。あ、揺れてる、俺揺れてる。間違い。これだっけか。楽しくなってきたぜ。切るぞ。無理すんな。残り体力に気をつけてください。残り体力に気をつけてください。ノートをどうすんだっけ。オッケーオッケー。回復回復するぞ。あとアイテムがこれね。みんなにやったの買ってんだよな。操作がモンハンと間違えてしまう。怒ってる怒ってる。これで決めてやる。武器が弱いのか、こいつが硬いのかよくわからないですね。とりあえずね、モンスター見えねえ。ちょっとモンハンみたいに疲れてくんねえかな。おお、ピヨってるー。キリトピヨってるー。魔法で倒した方がいいと思うんですが、いかんせんキリトの魔法は攻撃系がない。なんだこれはって揺れてるんですよ。おー、ちょっとまだ来るべきレベルじゃなかったとか。間違えました、ごめんなさい、間違えました。体勢を立て直すんだキルト。癒しの水。
いやだから揺れてるんです。アイテムを使おう。これだな。まあ頭よこせや。あちゃ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 。思ったより強いね。ユキ、落ち着いて体勢を立て直そう。ユキが危ないから。うわあちょっと使いたいんだから。あ、これ全員じゃねえな。あ、使った？自由結晶。パパ、敵の体力が半分を切りました。さすがです。いや、私回復しかしてない。やっぱ武器の問題かな。勇気が間違い、これじゃない。回避距離、回避してんの欲しい。言えないです。言えないっす。羽壊せ。チャンスだけども弾かれる。尻尾の先、尻尾切れる。モンハンだったら切れるよこれ。どういった奴は、どこ行った。一体いいと無理しちゃいかん。残り体力に気をつけてください。あっさ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 。これで決めてやる。さあ、すんごい見づらい状況でございます。壁際武器もね、そろそろね、いろいろとまあ変えていかなきゃいけないと思いますけどもね、そろそろ新しい武器を手に入れたりとかね。できるみたいだね。ユキ、あまり心配させないでくれよ。ラストアタックは俺のもんだ。さあ、まあ何もせずね、まあ、熟練度とかね、武器とかもね、まあ、初期をちょっと強化したぐらいですから、やっぱね、そろそろ限界を感じきてるんじゃないかなと思って気もおりますよ。やっぱちゃんとね、アイテムとかもね、強化しなきゃいけないですね、装備とかね。扉が開いた。どちら。
これで必要なアイテムが揃ったわね。風の紋章を手に入れたと。さあで、扉仕掛けをねやりましたから、スイッチね、ちょっとまあ鹿として、こっちじゃね、こっちか、こっちじゃない。もう相変わらずね、ソードアートオンラインのねマップとかこのカメラアングルね苦手なんですよね。なんかモンハンの方がね見やすいんですよね。これでよいしょ、強いな。痛い。まあね、ソードアートオンライン2、DVD のね、話の続きなんですけども、全部見てね、あれは一応終わりなのかな、一応まだあるんだけど見てないねやつが、ガンゲームオンラインの方はもう終わったっていう感じなのかな。これで決めてやる。痛い。あれ、このゲームでもね出てる。キリト、落ち着いていこうね、キリト。ね、わかんないキャラがいるんですけどね、あれは出てこないのかな。お金ゲットと。ね、あれは1では出てきてないはずなんですよね。まあ、この勇気もしかりなんですけど、まあ、俺が見落としてるだけなのかもしれないっていう話だけどね。あとはなんだっけ、いろいろとちょっと戻ってから確かめよう。とりあえず戻りましょう。誰かにつけられてるな。本当？さっきからキリト君、索敵スキルを全開にしてるでしょ。ああ、プレイヤーどころかモンスターも引っかからない。じゃあどうしてそう思うの？なんとなくそんな気がするんだ。でもこの辺には誰もいないみたいだよ。そっか、ならいいんだ。でも注意は怠らないようにするね。まあ頼んだ。誰？さあ戻りましょう。アイテムが揃ったな。気流装置のところまで行ってみるか。まあ気流装置はねまた、後でということで、とりあえずね戻りましょう。とりあえず一貫戦。まあ俺のね、まあ、戦闘がね下手くそっていうのもあるんですけども、まあ、いかんせんまだ装備がね全然揃ってないと思います。まあ、武器もしっかりなんだけども、防具とかね、まあ、防具手に入れるのがまあよくわからないんですけどね、ちゃんと説明書も見てないしと。この辺、ちょっとしっかりね調べてやって今後はやっていきたいと思います。まあ、とりあえずはね今回はダンジョンをクリアしたということで、一旦戻りましょう。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいかと思います。まあ大体ね、長い動画を作ってしまいますと、まあ見る方も大変だと思いますので、まあ大体長くても20分ぐらい、を目安にね、まあプレイ動画を作っていきたいと思います。まあソードアートオンライン、まあ私ねツイッターで、ちょっとね、まあ、最近仕事の関係上なかなかね、まあゲームがなかなかできない、ということで、まあ動画もねなかなか更新してない状況で、まあ、試合やるゲームが気まぐれなのでね、更新する日をね、曜日を、決めて、Twitter の方でお知らせいたしました。で、ソードアートオンラインに関してはですね、毎週水曜日に、更新していきたいと思いますので、
はい、また次回もまた水曜日に、続きをね、更新していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。こうでございました。それではまた。